皆さんこんばんは、フラミンゴです。今日はね、調布にやってきました。今日は調布でね、一杯飲んでいこうと思います。今日はここ鳥勝さんで一杯飲んできましょう。お疲れ様でした。私見たけど、黒ラーメン。メニューはこんな感じ。ドリンクはこんな感じです。札幌黒ラベルかな、生々ね、うん、あとは電気ブランのカクテール稲妻ハイボール。飲んだことないからね、これ2杯目はこれにしようかな。つなぎも初、つなぎも初、つくねってありますか。ネギマ、あと軟骨、軟骨と豚軟骨というのも入ってきてるんですけど、普通のでいいです。はい、はい、でいいです。以上です。はい、タレ塩はお任せで。はい、軟骨とカツの塩です。少し熱くなってる部分あるので気をつけて。はい、ハツと軟骨が来ました。こちらがね、2つが塩です。美味しそう。早速いただきます。軟骨はね、鉄串だね、うん、美味しそう。まずはハツから、うん、でかいね、美味しそう、うん、柔らかくてうまい、うん、骨です。でかいね。でね、鉄串に刺さってるんだよね、珍しい。美味しそう。うん、うまい。はーい、はーい。こちらが砂肝とネギマのタレね。これね、持つとこないぐらいね、でかいんだよね、すごい。早速食べてみます。つなぎも、もう持つとこがもう先っちょしかないっていうね、でかい、うん、うまい、うん、もうこれだけうまい、うん、ネギマのタレで、ほんとね、先っちょで持ってるのが辛い。食べます。すいません、はい、一の蔵冷たいの2つ、うん、一の蔵を、うまっ。タレもね、あの甘すぎずね、すごくね、程よいね、あの醤油のタレです。美味しい、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで来ました、つくねです。限定のね、でかい、すごいね、これ、このでかさわかるかな。いただきます。おいしい、うん、でかいけど、あのしっかり味がついててすごくおいしい、うん、これはうまい。2杯目は稲妻ハイボール、初めてだね。不思議な味、美味しい、うん、うまい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。 Twitter、Instagram もやってます。そちらもぜひフォローしてください。ではまた。